今日から使える簡単血統データ、血統データ備忘録、厳選勝負レース推奨馬大公開のお時間がやってまいりました。はい、ということで今回は6月4日日曜日に行われるレースの中から厳選勝負レースをピックアップしまして、いつも通り血統トラップ2つの面から分析をした厳選推奨馬をお届けしていきます。土曜日につきましては4頭の推奨馬を挙げさせていただきまして、結局馬券圏内に走ったのが1頭のみという形で、全くお役に立てず申し訳ございませんでした。ただ絶好調だった5月も、まあ、全く来なかった日もあったりしながらですね、最終的には単勝回収率 154.3% をマークすることができましたので、まあこれに懲りずにですね、穴を狙える時にはしっかり穴を狙いに行くスタイルで今後とも継続していきたいと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、そして日曜日は G1 安田記念が行われますね。このところちょっと G1 レースの本命馬不甲斐ない成績が続いてしまっていますので、安田記念についてはしっかり当てられるように取り組んでいきますので、ぜひ最後までお付き合いください。はい、それでは6月4日日曜日の厳選勝負レースはご覧の通りです。東京1レース、阪神4レース、東京8レース、東京10レース、東京11レース、G1 安田記念、東京12レース、こちらの6つのレースを厳選勝負レースとしてピックアップして推奨馬をお届けしていきます。なおこの動画では東京1レースの推奨馬を発表させていただきます。阪神4レース、東京8レース、東京10レース、東京11レース、安田記念、東京12レースの推奨馬につきましてはメンバーシップ限定での配信とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。東京11レース安田記念については推奨馬1頭だけにとどまらず、印全頭をメンバーシップ限定で公開させていただきますので、ぜひこの機会にメンバーシップへのご登録をご検討いただければ幸いです。はい、それでは推奨馬の発表に移ります。東京1レースダート 1600m で行われる3歳の牝馬限定の未勝利戦ですね。こちらのレースで推奨させていただきますのは8枠16番メダルラッシュですね。こちらのメダルラッシュマインドユアビスケッツ3区なんですけども、このチャンネルではもうおなじみのデータかと思うんですけども、マインドユアビスケッツ3区、この東京ダート 1600m では5枠から8枠真ん中より外の枠に入った時にご覧の通りめちゃくちゃ高い高走率と回収率をマークしております。今回大外枠ゲットということでこのデータに完全に合致する形となっております。前走も東京ダート 1600m で2着と惜しい競馬をしているんですけども、その前走は逃げ馬を捕まえに行くのがちょっと早すぎて早仕掛けになってしまったような形でしたね。まあ、強気のレースをしすぎて最後ちょっとだけ刺されてしまった形だったんですけども、個人的にはこのメダルラッシュをこの時も推奨馬に上げていて単勝勝負をしていたのでちょっと痛すぎる2着となってしまったんですけども、まあその時も3着には 0.3 秒差をつけて実力は示した内容だったかなと思っています。前走は結果的に早仕掛けとなってしまった、内容ながら強い、レースだったかなと思います。今回大外枠ゲットということで、前走のようにスムーズに運べれば今回ももちろん勝ち負けだと思いますので推奨馬として挙げさせていただきます。はい、以上東京1レースの推奨馬発表させていただきました。今回もちょっと時間の都合上1頭のみの推奨馬公開となってしまい申し訳ございません。阪神4レース、東京8レース、東京10レース、東京11レース安田記念、東京12レースの推奨馬につきましてはメンバーシップ限定での配信とさせていただきます。メンバーシップ限定で YouTube コミュニティ内に、推奨馬の書かれた画像をですね、すでに投稿済みとなっております。安田記念の最終予想につきましては、レース当日の朝9時頃までにアップさせていただきますが、それ以外の5つのレースの推奨馬につきましてはすでにメンバーシップ限定で YouTube コミュニティ内に画像を投稿済みですので、メンバーシップにご登録していただいている方はコミュニティ内に投稿させていただいた画像にて推奨馬をご確認ください。安田記念の最終予想印前頭につきましては、遅くてもレース当日朝9時頃までにはアップさせていただきますので少々お待ちいただければと思います。
この土曜日につきましては全くお役に立てず終わってしまったメンバーシップ限定配信の推奨場だったんですけども、先月5月につきましては、ちょっと調子のいい時悪い時波は大きいながらもですね、最終的には単勝回収率 154.3% をマークすることができました。なんとかこの土曜日のスランプを乗り越えてですね、6月もこのぐらいの、5月と同じぐらいの成績が残せるように頑張っていきたいと思いますので、ぜひメンバーシップへのご登録ご検討いただけると幸いです。はい、以上最後までご視聴いただきましてありがとうございました。土曜日の推奨馬に関してはですね、4頭上げさせていただいて、馬券圏内に走ったのが1頭のみという形に終わってしまい大変申し訳ございませんでした。ただ、単勝回収率 154.3% をマークすることができた5月の推奨馬につきましてもですね、推奨馬が全く走らなかった日もあったりしましたので、5月同様ここからしっかり巻き返してですね、5月と同じような成績が叩き出せるように、6月も頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。こうやってちょっと好調不調の波は激しいチャンネルではあるんですけども、なんとかですねお役に立てるように継続していきますので、ぜひ引き続きよろしくお願いいたします。はい、それでは最後までありがとうございました。安田記念の行われる日曜日の競馬一緒に楽しんでいきましょう。